テーデ1は、1994年1月に、カナリア天体物理研究所のチームによって、テーデ天文台の80センチメートル望遠鏡を、用いて取得された画像の中から発見された。またこの天体のスペクトルは、ロケデ・ロス・ムチャーチョス天文台の4.2メートル、ウィリアム・ハーシェル望遠鏡を用いて1994年12月に、取得された。は、 若いプレアデス星団の一員であるため、距離、化学蘇生と年齢は推定することが可能である。この時点で、最も先進的だった恒星と亜恒星天体の進化モデルを用いて、観測チームは、定で1の質量を5515木星質量と推定した。これは、恒星となるための加減質量を下回るものである。この天体は、その後の若い褐色矮星に関連した。 研究における参考となった。定例1は1995年に初めて褐色矮星であることが確認された。死等級は17.76と暗く大きな望遠鏡を用いないと見ることができない。絶対等級は12.38で120%パーセクの距離にある時より140倍も明るい。この天体は惑星よりも重いが恒星よりも軽い。半径は 木星程度で表面温度は26150系と太陽の約半分である。高度は太陽の0.1%で太陽の4時間分を放射するのに6ヶ月を要する。年齢は太陽の46億歳と比べてわずか1億2000万歳である。核内の温度は重水素の核融合には十分だが太陽のように軽水素の核融合を行う温度には 見とない。理論的には65木製質量よりも軽い褐色矮星はその進化のいかなる段階でもリチウムを熱核融合で燃焼することはできない。この事実は低高度で低表面温度の天体が構成ではないことを判断するために用いられるリチウムテストの原則の一つとなっている。1995年11月に ックアイ望遠鏡を用いて得られた高品質のスペクトルデータでは、低で一はプレアデス星団を形成する元となった分子雲の初期のリチウム存在度を依然として保っていることが示され、核でリチウムの熱核融合が発生していないことが証明された。これらの観測によって、低で一が褐色矮星であることが確実となり、また分光観測でのリチウムテストの有効性を示す。 ことにもなった。同時に、テーデ1は直接観測によって同定された中では、最も小さな太陽系外の天体であった。ABC ミッド、id, IR オブザベーションズオブザ、o プレアデスブラウンドワーフステーデ 1& カラーさん、ヒストリー、インスティートゥートでアストローフィザカでコナリアス IAC、i c s 2021年2月17日閲覧。ありがとうございます。